2015年、ビリー・エップラーは MLB のロサンゼルス・エンゼルスの元ゼネラルマネージャー。カリフォルニア州サンディエゴ生まれ。自身もコネチカット大学時代に野球を投手としてプレーしていたが、右肩を痛めて選手を断念した。1998年に大学卒業後は財務アナリストとして活動するが9ヶ月で退職した。その後、インターンとして NFL のワシントン・レッドスキンズへの勤務を経て2000年にはコロラド・ロッキーズのパートタイムスカウトに就任した。2004年シーズン終了後からはニューヨーク・ヤンキースへ移り、スカウトやブライアン・キャッシュマンの右腕として GM 補佐を務めた。2015年10月4日、ロサンゼルス・エンゼルスの GM に就任した。2017年12月8日、ポスティングシステムを利用して、 メジャーリーグに挑戦を表明していた大谷翔平の獲得に成功した。大谷の代理人であるネズ、バレロから入団の電話がかかってきた際には、文字通り床に崩れ落ちて喜び、自らの結婚と息子の誕生に匹敵するくらいに感激したという。2020年9月28日、エンゼルスの GM を解任された。ありがとうございます。